コンコンコンキツネさん、はい、プチブランチ終わりです。はい、何でしょうまだわかんないの、自分でも今日サムネをどうしてるかもわからないしどうなってんのかな、みんなの中でもうわかってるかわかんないけど、今日ちょっととある方と、はい、念願のという言いますか、夢が叶うであろう一日になるかなと思って、まあ屋敷で呼び出しまして戦いに行きます戦い、もし今日俺がこの戦いに勝てば、サムネにドンと来てる可能性高いかなと、ドンみたいな、負けたらワッとしたサムネになってるかもしれないしただ今日はちょっと楽しみなんですよ、そういう意味では。まあレジェンドですから、もう皆さんし知ってる方はおーすげーってなると思うんで、早速行きましょうか。はい、改めてよろしくお願いします。いやー来ましたよ、はい、どこここちょっと見てよ、ね、何ですかブルーブルーさんのルアーがこんなにこんなにあるんだよということはですか。はい、村岡さんと釣りに行けることになりました。どうもこんばんは村岡です、よろしくお願いします。ブルーブルーの村岡さんすごいよ、はい、なんかねひょんなことからというか、まあちょっと共通のお知り合いがいて、はい、ご紹介していただいて釣りに行こうって連れてってあげるっていう話で、念願のですから、はい、歴で言うと全然なんですけど、ちょっと教えていただきながら、はい、今日どうですか。まあ、ちょっと自分も夜の釣りやってないんですけど、まあでも10月の一番いい時期なので、まあなんとか魚探しながら、あ、はい楽しみ超最高仕事終わりに最高です。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本当にふざけんなよって思う方もいると思うけど、今日これ使って楽しんでいいよということで、マジで手に入らないんですよ。テンション上がってたもんね。日本一手に入らないルアーメーカーだと思ってるけど。そうなんです。それだけ人気だし実績があるからってことなんだろうけど。ほんで今日はちょっとめちゃくちゃでかいシーバスを釣るまで帰れません。ランカーシーバスって80センチを超えたらランカーって言うんだけど、はい、俺今まで最高69って言われて、69。俺70って言ったのに友達に69って言われて。清水っていう友達か、それよりでかいせめてベスト更新目指して大きいサイズ狙いとバカバカする、もうお任せしますけど、はい、はい、なんかでも でかいのは釣れたら釣りたいですけど、はい、さこの辺も全部出るんですけど、はい、まず1本取りたかったらこの辺が、この辺、はい、アイザー、はい、アイザー、アイザー、アイザーです。いやちょっと激レアルア立ちすぎて、これちょっと結びとか下手だからなんか飛ぶんじゃないか心配だな。確かに確かにそれが一番心配だね。ちなみに大きいもの狙いかいっぱい狙いかどっちに連れてきていただいたんだろう。ヤバな大きくない。いやダメなの。レジェンドは全然投げない。どこに釣らせようと思ってくれてる、多分そうなんだ。なんか左とか右にたまにこう滞留してるような、はい、なんか止まって渦巻くようなところにデカイルが釣る。なるほど、デカイの狙いです。来ました。塩のなんか、うん、した感じがあんだけどね、あと腕よ、腕だ、風よし、塩よし、運勢よし、完璧なんだよ。あとは腕のみ、一番ないそれ。どういうところで感じるんですか。いつも
そのフィールドにいれば分かるんですけど、はい、同じこう満潮から干潮まででもその日の気圧とか風向きで早く流れる日と流れない日があるんですけど、今日は流れが走ってますね。走ってて、まあ、いいんだコンディション。早く流れる日は魚がよく食います。あ、そうなの。今何種類ぐらいルアーズ出してるんですか。今40から50品種というかアイテムぐらいは出したと思いますね。ちょっとその小魚が全然食べないので、はい、紹介しましょう。はい、ここはあの潜んないルアーがガオッツガオッツアイザワ。この辺の行ってもいいですか。あ、大丈夫ですよ。デカめの、ここデカいの出るよ。それは照明さん、準備しよう。照明さんになっちゃったよ。バコーンできそうだね。ビビっちゃうよ。こういう時期はシーバスは何を食べてるんですか。ここにいる魚はこの白食ってます。あ、今出たんじゃないですか。今出ました。ちょっと早かった今。もっとゆっくりなら。今出ました。もう、あ、くそ、今出た。この白の。あ、悔しい、マジで。今完全に触りました。触りました。触ってキスされた。あんな感じか。今本当にびっくりした。何の話してたっけ。この城の何食べるかっていう。そういう方がいいんだよ。だからでヨシキがなんかカメラ振って、あ、振ってくれたわと思った。ちょっと後だったわ。おっ、出ました。さすがちょっとでかいですか。いや、ちっちゃかった。すげえ。20ぐらいですね。おお。すごい。いや、ここある。65センチですね。15。はい。じゃあじゃあサムネ撮っとくか。撮っとこう。絶対撮っとこう。サムネ撮っとくか。一応ちょっとお借りして、お借りしてサムネ撮っとこうよ。せっかくだから。こういう風になっちゃったらさっき出ちゃった。シャンシャンシャンって出てる。さっき出てる。出まくり。ケンシロウバリの先。来たー。暴れてますよっしゃよっしゃ。出ましたね。出た。やべえと思いながらさ、でもでかいんだけど、でかいって言うとあれだなと思って。うっそだろ。すごい音でしたね。バーンですよね。完全に来たと思って、うん、ああいう感じなんだ。すげえ、初めてかも、こういうのは。感覚、こういう感覚は。あの、釣りの面白さ。うわー、足乗んない乗んない。めっちゃ来るじゃん。めっちゃ来るけど、これは新記録に期待ができます。くっそ、マジ悔しい。もうでも終わったことを気にすんのやめよう。そうだよ、人生と一緒。
まあ、まあ言ったらまあ1匹釣ってるからね、あなたも。あなたも1匹釣ってるからね。すごいんですけど、いないのかなと思ってたけど。あんな俺に譲ってくれてたのに。おかしいなと思ってた。レジェンド。すげえ。やっぱカボッツ。カボッツ90です。90。90当たってる。カボッツ90にちょっと。うん、90しようかな。これ使いますか。これ1秒で食ったルアーを。1秒。どうぞどうぞ、はい。あ、そうね。僕も持ってました、90。僕持ってました。せっかくなんで、はい、1秒ルアーちょっと、はい、ね、1秒ルアー、もうあとは言い訳できない。1秒ルアー、これもういったっしょ。入れてすぐだったんですか。うん、見てください。あ、なるほど。あの空気あ、出た。危ねえじゃねえ、釣れてんだ。危ねえって。危ねえってなんだよ。なんで小魚の気持ちでいけない。食われるとこだって。食われたいんだよ、俺は。小魚の気持ちになって。あー、危ねえ。なんでなんすかね。なんでダメ、なんで食ってくんないよ。危ねえじゃないんだよ。危ねえ。あ、危ねえ。なんだろう、これ1秒ルアーなんだけど、これマジですごいね。すごいんだけど。出しちゃった。食わないんだよ。あ、来た、来た、来てな。ダメだ、すげえ来る。ダメだ。いや、あ、来てんだけど。ガモ、やば、90、本当に。ね、今3回来たね。先生、なんで食わないんですか、あんなに来ても。最後、人徳って言われてます。人徳あると思うんだけどな。結構、好感度高く頑張ってんだけどね。これだってもう、ほぼもうなんか、釣れる気しかしないんだよ、俺は。いや、本当だよ、マジで。だけど、最後この辺で、ほら。やったー、花火の最中に。すごい。59、よかったー。とりあえずよかった。肩の力抜けて。これすごいんだけど今日、ね、ちょっと今日カピルワになってますね。カボチ、おー、来たー。おお、ヒット巻いて。まあまあまあ安心ね。やっぱすごい。まあ、すっげー可愛いんだけど。めちゃくちゃ可愛い。いやいやいや、でもでもでも、まあ、もうこれは地合いなんで逃がしちゃいましょう。はい、こういう時ってそのでかい方が食うっていうのもあるんですか。そうですね、でかいルアーの方がでかいのが食う、うん、やっぱこのサイズかけてる間に地合いが終わっちゃう時も多いんで。ちょっとでかいのにしてみる。まあそうだね、1秒ルアーだ。必ず出ましたね。必ず出たんですよ。アイザー、何でも釣る。結局何でも釣る。アイザーの使い。26。あー、さっきのでかい。結構楽しいね。めっちゃいろいろ勉強になるから。確かに。
帰ってきました。無事に。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、ちょっと悔やまれるんだけど、本当に新記録がもう間違いないやつがね、うん、あったから、ね、いや、めちゃくちゃ勉強になりましたけど、ちょっと引き続きね、釣りは楽しみたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。勉強になりました。また遊びに来てください。ありがとうございます。な、な、中尾さんさん、秋吉さんさん、キツネさんさん、な、な、中尾さんさん、秋吉さんさん、キツネさんさん、キツネさん。